始まってますか。すいません。皆さんこんにちは。NMB48 の麻雀てっぺんとったんで宣伝担当の白井です。よろしくお願いします。はい、本日はですね、アプリ内で開催しておりましたスマホでファンミーティングイベントで見事ご当選されたファンの皆様と NMB48 メンバーさんのミーティングの様子を生放送でお届けしたいと思います。それでは早速メンバーさんを呼んでみたいと思います。まず最初は NMB48 山本美香奈さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。めっちゃ可愛いです。可愛い。はじめまして。はじめまして。メンバージャンアプリやってくださってて、やってます。はい、ありがとうございます。はい。あ、コメントすごい来てます。皆さんおはようございます。ミカニャン。はい、ミカニャンです。ミカニャンセクシーって言われてます。セクシーです。あんまり普段言われないんですけど。こんな感じでちょっとやっていきたいと思うんですけど、はい、今回の企画は複数のファンの方と同時にズームでオンラインでお話をしていただくという形なんですけど、はい、初の試みですね。はい、緊張しますか。緊張します。なんかどんな感じになるのか全然わかんない、はい、私が初めてじゃないですか、はい、だからちょっとそわそわしてます。私もそわそわしてます。はい、はい、自粛期間中とかって何をされてました、はい、そうですね、テレビ見たりしてたんですけど、はい、あのちゃんとマジャンもしてました。あ、マジャン。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。麻雀強いですか？でもルールをちゃんと理解してなくて、はい、まだあの外見があるじゃないですか、はい、だからあれに沿ってやったらちょっと強いです、はい、あ、強い。結構1位取っちゃいますね。あー、すごい、はい、てっぺん取ったんで。はい、てっぺん取ってますね、結構。はい、そんな感じです。そんな感じ。コメントありがとうございます。ポニーテール。はい、ポニーテールしました。かわいい。今日も美しいって言われてます。ありがとうございます。すごい、すごい、ミカニャン、ミカニャンできてますね。そうですね、じゃあ初めましてなんで、ね、はい、ちょっと緊張しますね。いや、もうすごい、もう私もなんか緊張します。はい、緊張緊張。人見知りなんで。あ、私も人見知りです。一緒ですね。一緒ですね。ちょっとまだ準備が、あ、準備中なんです。そうなんです。なるほど、はい、このファンの方と何人ですっけ？5人ですっけ？最初は5人。はい、どんな感じになるんですか？結構怖いんですけど、私あのファンの方三原さんめちゃめちゃ怖いんですけど。なんか1対1でお話しすることはあっても、はい、こうやって私一人とファンの方数人っていうのは、はい、そうですよね、マジで初めてなので、はい、マジで怖いです。握手会とかも1対1ですもんね。そうですね、はい、1対1なので、いや楽しみですけどね。もう私は握手会もやったことないですから、だからもう未知の世界、未知の世界ですね。すごいカオスになると思います。はい、あ、すみません、遠いです。ありがとうございます。よそよそしいと言います。もう初めましてなんでちょっと、はい、緊張してます。緊張しております、はい、なんか最初にまず一グループ目というかの方々とお話いただいて、はい、で
多分そこでショールームはちょっと終了となってしまうんですけれども、はい、その後もちょっと引き続きミーティングは行っていただくという感じになります。はい、2回に分けてるってことですね。緊張します、はい、怖いですね。あ、そろそろそちらをつなげてもらって、はい、マウスが、あれ、あ、動きました。少々お待ちください。開かない。あ、行きました、こんな感じなんですね、ホストが。あ、すごい。お、こちらで参加で映します。わ、こんにちは。こんにちは。おはい、それでは大丈夫ですか。はい、それではスタートです。やっほー、やっほー。おーみんな、こんにちは。こんにちは。どうしたらいいですか。緊張します緊張しますね。それぞれのなんて呼んだらいいか一応これなんか進行とか決まってんの。あ、まず最初にあのファンの方になんて呼んだらいいかをちょっと聞いていただきます。なるほど、はい、じゃあ皆さんお一人ずつ今回なんて呼んだらいいかちょっと教えてもらっていいですか。じゃあどなたから挙手制で、じゃあ挙手制でちょっとなんて呼んでほしいか。なあ、はい、はい、マスオで。マスオさん、はい、OK です。マスオさん、次は、じゃあ、はい、サーカでお願いします。サーカさん、サーカさんです。はい、じゃあ、はい、はい、おっくんとお願いします。おっくん、了解です。お次、聞こえてます？聞こえてます。今聞こえました。あ、聞こえてます。あ、はい、聞こえました。じゃあモノポンで。モノポンさん。お願いします。はい。これって4人ですか？4人。そうですね。はい、4人ですね。じゃあ皆さん、はい、ありがとうございます。自己紹介。ということで、はい。どうしたんですか？そういうこと。何かあの質問がある方がいらっしゃったら、はい、ちょっと挙手制で、はい、あ、じゃあ何か私にですよね。はい、私に質問がある方がいらっしゃいましたら挙手制でちょっと何かありますかね。ないですかそうですね、皆さん結構ねお話し会とかでもね話してるからね、うん、ありますか。ならそしたら、まあこれ麻雀のまあ、はい、どうぞ。麻雀のイベントっていうことで、まあ、これみかにゃんは CM を狙いたいとかはないの。 CM を狙いたいとかないのですか。CM は狙いたいですね。めちゃめちゃ出たいです。 CM なんかイベントとかやってますよね。あ、たまに、はい、毎月毎月。お、本戦は毎月やってるんですけど、ちょっと狙いたいと思います。その時は皆さんちょっとお力をお貸しください。お願いします。はい、他にはある方いらっしゃいますか。おっくん、どうぞ。イベントが終わってから、はい、まだマージャンってやってますか。やってますちょっとやってます。もちろんね、イベントの時ほど
あの本気ではやってないですけどやってますよ。すごい笑われました。はい、なのでね、皆さんもちょっと対戦しましょう。やってるんで。はい、他にある方いますか？急に言われてないっすよね。お、あ、モノポンさん、どうぞ。ソロ公演をやりたいというのはありますか？ソロ公演、やりたいです。モバイルとかでセットリストとか上げてもらってるじゃないですか。はい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 。あれをぜひやってもらいたい。おお、そう、私モバメでなんか自分のやりたいとか見たいなんかあのセットリストを勝手に組んでるんですよ。でそれを送ってるんですよ。だからちょっとやりたいですね。はい、ちょっといつかやれるように頑張ります。お願いします。はい。軽っ。お願いします。他にありますか？あ、はい、あ、どうぞ。もう最近のことやけど、はい、体調良くなった？体調いいです。あ、よかった。バッチリです。ありがとうございます。最近ちょい崩しだったんですけどね。はい、元気になりました。ありがとうございます。はい、体調聞くの禁止じゃなかったっけ？なんですか？体調聞くの禁止じゃなかったっけ？いや、体調聞くの昨日のお話し会は禁止してました。ですよね。30秒なんでちょっともったいないんで、ね。はい、まあ、でも今はねちょっと長いんでね、大丈夫です。どうした？はい、じゃあそうしましたら、はい、じゃあミカノさんをいつから推しているかをちょっとお聞きして。じゃあ私からの質問なんですけど、今度は皆さんに、皆さん私のことをいつから推していますか？気になる。じゃあ挙手制で。いつから考えてらっしゃる。いつから推しているか。そんな考える。誰も言えなかったな。でも覚えてないっすよね。そんな細かく。大体でいいんで、いつくらいですかね。じゃあもう指名しますか。じゃあさあかちゃん、さあかちゃんいつからですか？はい、気になる。1年半前ぐらいからです。おお、結構前。嬉しい。初めて夢は逃げない公演を見に行って、配線列で見て、おお、バードをセンターに見て、かわいいな、かっこいいなと思って押し始めました。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとう。嬉しい。嬉しい。じゃあ次、モノポンさん、いつから押し始めて？いつからドラフト会議の時に投票してましたから。めちゃめちゃリアルに見てましたし、1位だったと思うんですけど。そうですね、嬉しいです。ありがとうございます。おかげで入れました。あの時はどうも。まあ、そっからひたすら、うおー、嬉しいね。楽しいです。デビュー前からということですね。デビュー前からですね。嬉しい。手話をしている時から知ってます。お、手話をしている時から。おー、あ、プリンちゃん、プリンちゃん、プリンちゃん、やめてください。ちょっと封印してるんですよ。振り返さないでください。すいません。ありがとうございます。じゃあ次はマスオさんはいつからですか？いつからっていうと、まあ、ドラフトの候補店の時のショールームやってる時に、お、山口県出身っていうので、まあ、自分も山口県に仕事で今ずっと来てて、おうおう、そこで来るようになって、で、まあ、こうあたりはまだ陰ながら応援してるっていう感じで、まあ、去年あたりぐらいからもうガッツリ押そうと思って。嬉しい。
めちゃめちゃ前ですね、皆さん。じゃあ、おっくんはいつからですか？ドラフト会議があった時の年明けぐらいです。おお、こちらもまたここでなんか新たに一人加わったんですけど、途中参加ですか？参加者がちょっとお一人世界になりましたけど。遅刻ですか？はい、おーい、なんで遅刻してるんですか？普通こういうのね、楽しみでちょっと早く入っちゃうやつなんですけど、ね、全然楽しみじゃなかったよ。前日からなんかワクワクして寝れんとかいうやつなんですけど、普通ね、ちょっと悲しい。ありがとうございます途中参加ということで、 お名前お聞きしていいですか？途中参加された方ミュートになってる。ミュートになってますね。ちょっとあのミュートをあ、今なんか一生懸命やってくださってる感じで忘れてたよって言ったらバタバタして、あ、やべえ、忘れてたやからこんなミュートになって、こんなもうなんかオンオフごちゃごちゃして絶対さっき起きたやつや。大丈夫ですかね？大丈夫ですか？すごい面白い。じゃあそうしましたら、ね、質問の続きじゃあ他に質問ちょっとあるんですけど、あ、私を推し始めたきっかけは何でしょう？10分経過です、うん、きっかけ何を見てとか、どういうところとか、シンキングタイムですかね。指名制でお願いしますじゃあさあかちゃんからさっきと同じ順番で聞いていきます、はい、あ、でもさっき、うん、そうなんです、さっき言ったんですけど、バードを、うん、夢は逃げない公園でバードを見て押し始めました。わー、嬉しいね、本当にありがとうございます、うん、じゃあモノポンさんは、はい、きっかけ、私を押し始めた きっかけかけねドラさんの握手会とか。おお、握手会、そう、アベノでやって15人か6人か、15人かやりましたね。やった時にちょうど仕事帰りの時に、おお、行って、その時は良かったからです。握手で釣られたという感じですかね。ですね。嬉しい。まあ、今もずっと通ってる。そうですね、いっぱい来てくれるもんねありがとうございます。嬉しいね、握手会で釣られたというのはね、すごい嬉しいです。じゃあマスオさんはどうですか？僕もさっき言って山口っていう共通点っていうのからで、ね、まあ、最近本格的に押し始めたっていうのは、もうほんまに押せる時に押しとかんと後悔するから、ね、なるほど、ファンの鏡ですね。ありがとうございます。じゃあおっくんはきっかけ何ですか？わかんないっす。わかんない。やっぱ顔じゃないですか？顔ドストレートでいいと思います。わかんないっす。まあでもそうっす、気づいたら押してました、うん、そういうもんですよね。そんな、ね、明確にある方が珍しいですね。じゃあちょっとあの途中参加の方名乗ってもらってもいいですか？めっちゃ声かいてる。あ、残り3分です。残り3分なので、ちょっと早く名乗ってもらっていいですか？あの、ちょっと巻きでお願いします。私は暑いです。だってなんか馬の覆面ですか？かぶってるんですよ名前は、ね、あの名前あるじゃないですか、見えるじゃないですか。あって書いてますからアーさんでいいですか？いつもアーさんって呼んでるんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。アーって呼んでるんですよ。めっちゃ頑張って声変えてます、あの ガスみたいな面白い。ちなみにこの方私推しじゃないんで、え、そうなんですか？聞いてもあれだと思います、いつからとか私推しじゃないのに、でも、はい、あの
麻雀のやつをやってくれたんですよ、私で。めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございますはい、あ、もうあれですかね、時間、あ、残り1分です、残り1分ですかどうしよう、どうしよう、じゃあちょっと どうしたらいいですか皆さんにあの一言言いたいことを、あ、私に、はい、一言言いたいことあれば皆さんありますか、あ、ないですかバイバイってしてる、なんかもう、あ、いいですバイバイってしてるないですかね、いますよ、あ、どうですか、もモノコン残り10秒です、まあ、今こういう状況ですけど、はい、早く握手会とか公演に行けたらまた、お、ミカリアンが、うん、行けたら見に行きたいんで、お、嬉しい、これは皆さんの総意ですね、きっとありがとうございます、代表して言ってくださってありがとうございます、以上となります、皆さんありがとうございました、すいません、ありがとう、また会いましょう、バイバイ、ありがとうね、ありがとうございます、頑張ります、ありがとう、はい、うわめちゃめちゃなんか、あ、ありがとうございました、どうでしたか、もう体力使いましたでも楽しかったです。よかったです。皆さんどうでしたかね、あの、ああ、皆さんもですし、その参加してくださった皆さんどうだったんですかね。いや、きっと楽しかったと思います。よかったです。皆さんなんかね。はい。はい、コメントこんな感じで。お。ミカニャン頑張ったな。いや、楽しいですね。いやー、めちゃめちゃ私も楽しませていただきましたすごい、はいはい、ということで、ミーティングは引き続き行ってまいりますが、はい、ショールームは以上となります、はい、ありがとうございましたそれではこの後は14時から泉彩乃さんのミーティングをの様子をお送りしたいと思いますので、はい、そちらもぜひご覧ください、します、ありがとうございました、ありがとうございました。